道の駅田野うららの建設現場を見学したのは、大分市の神崎小学校の5、6年生14人です。見学会は、担い手不足が深刻化している建設業の仕事を知ってもらい、ものづくりの魅力を感じてもらおうと市が企画しました。子どもたちは普段は入ることができない工事中の建物の中を案内してもらい、興味深そうに見学していました。またおよそ50年前まで市内を走っていた路面電車が展示される予定で、その塗装についても紹介されていました。普段も見ないようなところがたくさんあったので、中のエアコンだったりとか、そういうさまざまな部分が見れてよかったです。新たな発見とか、なんか将来に生かせそうだなと思いました。道の駅田野うららは、来年春に施設が完成する予定です。